2011年4月12日16時50分です。ご覧の通り、もう周りは白く霧が立ち込めています。すぐ近くにあるこちらのロッジも霧に包まれ始めました。そして向かいのロッジもこのように少しずつ分かりにくいでしょうか、白い霧に包まれ始めました。私が泊まっているあちらのゲストハウスも少しずつ白くなり始めています。以上、2011年4月12日16時50分、デブJよりお伝えしました。以上です。